はいどうも、15秒の奇跡堂 S、フォーカスから聞こえてくる、男の声に従ってこのね緑の世界までやってきましたというところでね、前回終わったんですけれども、早速奥の方に入っていきたいと思いますけども、なんか綺麗な、なんか苔むした、向こうに何があるんだね、ゼルダの伝説みたいですねなんて言うてますけども、おいおい、嫌な予感しかしませんけども、ちょっと待って、回復薬とあとは装備、トラップキャスターを装備して、長月がいる、巡回してるのか、あれは兵士だ、来たる戦に備えているんだろう、やり過ごしていけ、やり過ごさなきゃいけない、村の手だ、うわ簡単とは言ってない、どうすりゃいいんだよ、もう本当に簡単に言ってくれるな、どうする、どこに向かえばいいんだっけ、最悪戦っちゃえばいいって感じかな、エクリプスの基地に潜入する、エクリプスっていうのが我々が、賢いな、見つかったな、どうやら、あいつは倒せそうだ、うわ強い、うわ殴らせろ殴らせろ、なぜなぜ、あ俺の苦手なやつや、強いな、だまずいまずい、全部タイミングが合ってない、うわ倒す必要があるのか、うわまずいな、あほら、あまずい、危ねえ、し、落ちろよ、し、よし、落とした、いいぞ、うわ、まず、オーラ、よし、いいぞ、あー、玉切れか、まずいまずい、危ねえ、よっしゃ、へえ、あれ、うわ補充できない、しまったな、もういいやつよ、まずいな、変なところでなんかいろんなものを失った気がする、うわなんだなんだ、まだいる？厄介なやつだね。でも火矢がついたってのに。
ないと意味がない。し、当たれ当たれ。あんまり効かないな。なかなか当たらん。そう、ダメージが少ねえんだな。もう殴りに行こう。うわ、おとなしく殴りに行こう。あ、上がっていけねえのかい。厄介なところに生息しやがって。そう、今のうちに取ってやり直したい。回復薬を全部使ってしまった。だなに、まずいまずい。あ、ダメだ。強いよ、いくらなんでも。まずいまずい。せっかく回復薬買ったのに一瞬でなく。なんだ、なんかすごい足音がしたけども。くそー、謎の男、ちゃんとサポートしてくれよ。まずいな、回復をどうにかしてやっぱり取らないと。まずいよ、いろいろ。壁登れんのかな。登れないとダメなことないか、これ。捕まる場所ないか。周りに来るのかな。なんか掴む場所とかがすげえ分かりにくいんだよな。どっかに掴める場所が。あ、あ、あ、一段上がったな。こうか。あ、なんじゃ、どう行くんじゃ。ある場所ねえか。あー、なるほど、非常に分かりにくい。で、こっちか。 OK、 あー、分かりにくいな、もう。 OK、 OK、 OK。 あ、そっか、俺たちは今、なんだっけ、ボールネックの、なんか敵が開発した新たなトールネックを壊しに行くみたいな。あれ、あ、もういいのか、降りていい。あれ、降りれない。よしよし、あれ、降りれない。奥で爆発が。それは気にするな、無関係だ。無関係、本当。止まってやり過ごすか。来てるね、バレてんのかな。よっしゃ、ワンタンキル。よかった、サイレントストライクいいな。ちょっと隠れながら行こう。
いよ。こいつもサイレントストライクで。仕方がない。しょうがない。仕方がなかったんだ。やる気はなかったんだ。やば、毒が強いな。とりあえず毒が消えて、毒薬とかちょっとなさそうだね。いや、命綱は多い方がいいからな。トールネックは船で頂上から見えるはずだ。ニガ、素早く動け。警報を鳴らされる前に終わらせなければな。そんなことできる？できるのかな、俺に。だいぶ厳しい要求をされてるようですけども。どうぞ。着いたな。着いたけど。ミッション達成できるか？明らかに見えてるか。敵のアジトだね、これ。足だけなら下にあるみたいだが、本体はないな。抜かったな。通信機を移動したか。左にある警告だ。そこに違いない。左にある警告。内部情報助かるね。爆発の方に行く。めや。アーロイ、チャンスは一度しかないんだぞ。余計なことは言わず集中しろ。警告を渡す橋が見えるか。ああ。場所を覚えておけ。横から降りられるはずだ。そこから脱出しろ。エクリプスの兵士は？避けるも殺すもお前次第だ。爆音で気づかれないだろう。トールネックを見つけてモジュールを破壊しろ。なるほど。それじゃ行くか。土掘り爆破大気の繰り返し。行けるか、アロイ。もうこの場所はうんざりだ。10本しか作れなかったか。この土地には高い山もりはない。だが少しずつ出てくるんだ。昼も夜もずっと爆発。眠れないじゃん。あの女だ。血を流せ。それじゃいいか。やる。あと一人か。すまんな。誰かが戦ってる。いや、あれは採掘作業だ。素早く行けば問題ない。なんだ、また秘密か。トラップキャスター無駄に使っちまったな。まあよしか。とりあえずは回復薬持ってないのかよ。みんな回復薬持ってないのかよ。1個ぐらい持ってて欲しかったな。願わくば。こういうとこにないかな。ないんだね。どっかにないかな。回復がありそうなポジションがあったよ。助かる。こういうのがないともう生きていけないよ。
ダクトプレイヤーには助かるぜ。よし、コンテナから、コンテナじゃねえか、草か。まあよし、ここは何だ。ああ、しまった、なんか変なの使った。データポイントがいくつか、メリディアンの没落、なんかそれでデータ集みたいのがあるわけか。初めて埋もれし影をこの目にし、私は震えた。私、太陽は哀れみを見せぬ。だがなお、妻がお産で命を落とし、まだ見ぬ我が子さえも失ったその時、私は己を哀れんだ。陛下は気づいておられた。だが私を哀れむのではなく、輝かしい栄誉を与えてくださったのだ。王族の眠る神聖なる祠に家族を埋葬するよう仰せつけたのだ。信じられるか。我こそが太陽神に選ばれし者だと疑うまい。そして二度と哀れみなどという心は持つまい。己に対しても決して。ヘリスってあれだよね、俺たちの親父代わりみたいな人を殺しちゃった人だ。眠りが訪れる時はあの日のことを考える。お前と契りを交わした夜のこと、お前が眠った後もその美しい顔を見つめた。だが美しさよりその儚さを憎んでいた。胸に込み上げる怒り、私は二人を包む柔らかいベッドさえも嫌った。それにあの部屋、漂う香の匂いに、カーテンの繊細な刺繍、どれもこれも儚い。私はベッドを抜け、窓を開け放ち、床に裸で横たわり、癒しという誘惑を拒絶すると決意した。だが翌朝目覚めると、お前は寒い中裸で隣に寝ていた。ほう。隣に寝そべるその体はまるで石の彫刻。死んじゃってたのかな。お前は目覚めた。まるで獣が攻撃に身構えるように。ただ無言で、言葉はいらなかった。二人は共にいる定めなのだとお前が教えてくれた。ヘリスの我が王イターメン様が母に甘やかされ、弱いままでは太陽から真の学びを得ることはない。殿下を導こうにも母親の影がまとわりついていた。ある日、私は殿下に広場の生贄の儀式をお見せした。だが殿下は興味を示さず、目をそらす殿下に太陽を見なさいと言った。目を覆ってはなりません。あれこそが絶対的存在と。ある時は生命を育み、毎朝同じ悪夢で目が覚める。同じ現実で聖なるメリディアンは愚者どもの手に落ち、堕落した。導きの塔、心を貫くまばゆい光のようにその高くそびえ立つ塔。亡命の地で迎える朝は過ちの印だが、その日は近づいている。この手にメリディアンを取り戻し、愚者を皆殺しにし、真の王が王座に復活される日が。なかなか過激なこと言ってますね。過激派集団のボスなんですかね。地面がかき回されてる。引きずった門に続いている。門に感激、通れそうにない。他の道を探せ。どうする。明暗、いや明暗は明暗なんだけど、じゃあさっきの下から降りる道っぽいやつがあったよね。あそこから行く感じかな。じゃあから降りれるっぽいよね。降りちまうか。
降りられるかも。でもその前にネットワークを破壊しないとな。なるほど。そうか、今の目的はあれを壊すことか。こっちのボスのテントから行けないのかな、行けないのかな、どうなのかな、どうなんだい、行けないのかい、行けないのかい、行けるのかい、こっちからよっ、わあ危な、行けるこんな方から、絶対落ちてなくな、お亡くなりになりますね。よしましょう。危険だ。確かに盲目的な狂信者だ。お前にはない集中力はあるようだがな。って書いてある。トールネック探しはどうなっている？なるほど。これは気がつかなかった。とっ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 と。渡った。オッケー。すぐ近くのはずだ。トールネックを引きずってくるのは楽じゃないはず。確かに。どうして？ともかく見つけて登るんだ。モジュールを破壊してできるだけ早く脱出しろ。爆発が鳴り止まないな。慌ただしい。人戦ならば気づかれることもないだろう。見えた。周りを何かで囲んでるみたいだ。これか。登れ。なるべく早く終わらせるぞ。こんなの絶対に間違ってる。すべてが過ちだ。さあ早くモジュールを破壊しろ。いや分かったけど待てよ。ちょっと待って、今登ってっから。ちょっと違ったみたいだね。こっちっぽいな。ああなるほど、こういう建設作業みたいな、昔の建設作業の足場みたいに組んであるわけね。なるほど。よし来た。モジュールがある。操っちゃおう。よし、さあ急げ。オーバードライブしよう。これがハデス。アーロイ、何をしている？なんだあれ。鉄の悪魔なのか。モジュールを開けるんだ、早く。アーロイ、やばいよ、気づかれる。私の言った通りにするんだ。いや、そいつの言うことを鵜呑みにしていいのかもわからん。あ、え？おい、アーロイ、まずい。なんか起動しちゃったんじゃないの？あの者がここに来たのか。あの者、やばいやばい。これは全て計算間違いだ。なんか鬼滅の刃のさ、あの者、私は破壊できるはず、たまていても出せるはずがない。牛太郎のなんか赤黒い刃みたいに。どうだ、これで浄化できるのかい。あの者を破壊しろ。あの者、またお前かい。おし、お、やばいやばいやばい。どうするどうする。わーい、わーい。おーし、うまいぞ。いけるか、届いた。すごい腕力ですから、うちのアーロイは。こんな苔むしててもグリップ力半端ないですからね。手の止まるんじゃない。おーっと、どうすりゃいい。狙われてる狙われてる。あー、ラッキー。うわっ、最初だ。急いでるって。そうそう、急いでんだけど。気にしてるように見えるか。でー、こんな狙い撃ちされながらは厳しいよ。うわっうわっ、すごいすごい。あ、上か。そう、また、まずいぞ。よっ、うわ、タイミング外したら死ぬかこれ。うわっ、危ねえ。楽勝だな。嘘つけ。あー、アーロイ的には楽勝かもしんないけど、あと一息だ。これ的にはやばい。もう紙一重。冗談か。おいおい、おまんだ。何しに来たと。で、回復持ってねえか。ないか。ないか。回復の一
つも持ってていただけたら嬉しかったんだけど。なんだ、何何、え、どっち、分かった、あ、やべ、聞き逃した今の会話、やばいやばいやばい、あ、あ、なんかある、よし、え、これ、よし、オッケーオッケー、いける、これ関わんない方がいいかな、今シャードを集めて 何になるんだって話でもあるけど、やばい、ああ、そうだな、終わりだ、もういい、敵は倒さずに行こう、分かった、ちょっと待って、うわ、橋が見えた、存在出ろ、橋、分かってる、橋ってどれ、これ、これか、うぅ、危ない、ちょっと待って、危ねえ危ねえ、全体的に危ない、逃げろ、あ、うわうわうわ、めっちゃ撃たれてる、えい、目的地が分かんなくなった、あー、くっそ、強い、待って待って、狙い撃ちされてるって、え、どこ行くんだっけ、あー、くっそ、テンパったテンパった、まずいまずい、やばいぞ、うわ、狙い撃ち、まずいな、から降りる、あー助かった、うわまずい、おお、最終回ですかね、これで、何度でも立ち上がるのがアーロイなのよ、ああいうスリリングなシーンでもうさ、目的忘れちゃうんだよね、今何をするのが目的だったんだっけ、トールネックの動きを封じてオーバードライブしました、その後何するんだっけ、苦戦はしたがよくやった、ハデスがいると知っていて私を送り込んだのか、確かに危険にさらしたが、そうするしかなかった、お前は楽だよな、だそのおかげで我々はゼロドーンの秘密を手にする鍵が得られただろう、おう、もう二度とお前を信用しない、結構賢くなったということだ、信用は脆いもの、砂のように移ろい崩れ去る、その上に関係を築くのは愚かだ、だが自己利益ならば強固な基盤となり、そこに新たな知識体系を築くことができる、答えが欲しかったんだろう、あともう一息だ、お前のおかげでな、落葉の砦でまた話そう、落葉の砦、あんたという人はクソ、あんたという人は、じゃあフォーカスを捨てて縁を切れる、縁は切れないんでしょ、また遠いな、落葉のなんちゃら、うへー、こんな遠いわけ、そうしたいとこだが捨てるわけにはいかないな、落葉の砦、そしてゼロドーン、回復取りながら行くか、のんびりと、こっからはまた民族大移動会になりそうですね、また落葉の終日だっけ、日本地図でいうと、日本じゃねえか、世界地図でいうとどこになるんだ、
ロス・アンゼルスとかになるのかな。まあいい、とにかくすぐ使うことになるな。とはいえさっき言ってたさ、乗れないかな。乗りたいな、動物に。手伝ってもらうぞ。よろしく。乗るぜ。よっしゃ、動物ありがてー。ここで捕まれるとはね。捕まえられましたよ。あんま効かない。うわー、しまった。動物どこ行った。そう、ダメだ、俺の動物が。そう、俺の動物を返せ。まずいぞ、倒せるかこれ。いたぶられてやがる。まずい。あー、ダメだ。うわー、もう見殺しにするしかない。すまん。そう、マイベイビーちゃん、すまないと思う。そう、なんて強い敵なんだ。あいつに喧嘩さえ売らなければこんなことにはならなかったのに。こいつはオーバードライブできるんだっけ。使えそう。しまった、思わず倒せる。せいや、オッケー。このぐらいの敵だったらいけるんだけどな。というかあれなんだよ、ヒアを作りたい。ヒアを、ブレイズとか持ってないかな。添加剤で作れるんだっけ。違うよな、ブレイズだよな。ブレイズを持っている敵さんにお会いしたいところですね。回復もしながら。で、まあ弱そうなというか勝てそうな敵がいたらちょっと喧嘩打ってみるみたいな、いつもの小賢しいプレイスタイルでね、いきたいと思います。小賢しいですが効果的ではありますからね。とか言いつつあれが欲しいな。なんだっけ、セーブポイントとかないかな。なんか急にセーブポイントの出が悪くなってますよね。焚き火を発見したみたいなコメントが出てこないかな。泳げ泳げ。いやー、しかしなんか喋り方も全然違いますけど、あの声だけでさ、サポートしてくれる人、右京さんみたいですよね、相棒の。うわー、何をやっとるかあいつらは。共食いした後に行くか。ちょっとブレイズが欲しいんだよな。いい感じじゃん。持ってくれちゃってるね。機械のオーバードライブしか見つけない。
を探してるんだ。強いな、ダイブ強いね。減らせるとこまで減らそう。うわー強い。2発3発でいけるはず。うわまずい、強いな。どうなった、暗い暗い。うわーそっちにいたんかい。倒した、いいぞ。うわー詰まった詰まった、弱点を殴るんだ。まずいぞ。なんだあいつすげえな、あんな渚を押さなくても。いやーしもう2発ぐらい。まずいまずい、来る。あー危ねえ。よしうまいぞ。ちょっと待って、アイテムでブレイズを取れないぞ、なんでだ。アイテムアイテムアイテム作成じゃない、所持品アイテムアイテム、特殊じゃないよな。矢玉、あれ資源か。ブレイズってここにあるんだっけ。なるほど、変なのがいっぱいあって、まとめて捨てるのってどうやるんだっけ。これでいいか。うわっ、実は過去にめちゃめちゃ苦しめられたやつじゃねえか。どうする。うわ一撃がでかい。うわす強さだ。逃げろ逃げろ。逃げろ。あダメだ。うわ強い。よしうまい。でかした。もう一頭。うわ強い。あれが強いんだよな。うわまずい。どこ行った。うわー回復させて、回復使って使って使って、おい回復使えよ。え今俺回復剤飲んでなかった、あれ回復剤じゃなかったのかな、ひょっとして。赤いから最悪だ。どこまで戻されるのかな、セーブしてないよね。ショックだ。うわうわマジか。あーもうなりふり構わん、民族大移動じゃ、無言になりたいと思います。くっ
そう、変な喧嘩売るからこういうことになる。何回も勉強したはずじゃないか。乗れるやつだけ。ほら頼むよ。こいつを操るとこまでは良かったんですよ、多分。あのソートゥースになんか喧嘩売り出したところからなんかね、過信し始めましたよね。これはいけるんだみたいな。あー、もう逃げないで逃げないで、くそー、あいつらには絶対に足止めされちゃうんだ。しょうがない、そういう運命だと思っても進まない。我が愛しの、我が愛しの、なんだ、いつものお馬さん、悔しいです。人役に立つなんてこった、難しいよ。つか敵が強い。1対1で戦わせてくれるなんてことはもうないね、この荒野の中では。準備された戦闘のね、なんか天井を区切ってくれてさ、そういうところでないともう、まあ、決してまともに戦えてないですけども。その場しのぎみたいにね、戦う戦闘しかもう勝てないな俺やべえやべえ。でもまあね、楽しみ方は人それぞれですわ、言うて言うとりますわ、言うて。でここでさっきの厄介なやつらがいるんだよね、確か。何か捨てないと。ブレイズを取るために何か捨てないとな。最初にもう捨てとこう。肉はいらないよね。ファイヤーはいる。草花は回復にいるか。冷却水、シャード、取引アイテム作成。アイテム作成ってやったことないよね、多分ね。作れないんだな。お、なんか作れた。キャスターの玉パック。おお、作れるね。へえ。ちょっと待って。装備。ロープキャスターとか言われてもなんか。しまった。また変なの拾っちゃったかな。まあいい、行こう。次はもう何があっても敵がいても見送るぞ。俺はもう自分が生きることを最優先します。追跡用だな。何があっても逃げてでも生きろ、それが俺の戦い方だ。逃げることは恥ずかしいことじゃないんだって。嫌なやつがいるな、ソートゥースよ。さっきやってくれたやつだな、こいつ。うひょー、ちょっと待った、ちょっと待った、橋向こうに行けば寄ってこないはずだ。
ゲロゲロ。そう、危ねえ。うわあ。危ねえ。おいおい。とんでもねえ奴らに喧嘩売られたもんですね。カーブで逃げましょう。探してるのが私じゃなきゃびっくりだな。間違いない。間違いなくお前だよ。乗り物にしようと思ったけど諦めた。うわー、まさかの伏兵。なんじゃあいつ。あーやばい、危ねー。お前も襲ってくるんかい。取って、いっぱい取って、逃げて、いひょー。いや、あれ助かるね。攻撃する前に一回止まってバックステップ踏んでくれるやつ、あれで隙ができますわ。おお、へいへい。驚きだ。まあ気取ってはないな。まあカージャには来たけど、まあ特に用はないね。そばになんか焚き火ないかな。さすがにセーブしまし、したいですよね。見つけてよかった。ゼロドーンの正体とは一体何なのか。これ誰？誰？特に何でもないみたい。城の衛兵たちが世話しなく仕事してますね。とはいえ補充できねえかな。できないな。どっかでブレイズを取っときたいね。じゃあとりあえずね、今はもう民族大移動と称して次の目的地まで多分なんか特別やることはないんですよね。まあ、変に喧嘩売って死なないことだけを目指して。こっちか。セーブポイントがなかなか出てこないな。 なんか昔よくこんなとこ通ったね。何があったかとか全然覚えてないけど、その昔よくあったー。もうあれしか見えない。おっと、お前でかいな。どうする、倒す。ここめちゃめちゃ強かったと思うけど、やめとこっか。無茶はしない。助かる。衣服なんかパワーアップできないかな。お、ああもう装備してんな。ロングレッグの心臓。なるほどね。なんかそういうのがいるんだな、やっぱ。結晶の網目、シェルウォーカー、聞いたこともない敵ですね。まあいい、阻止貫徹。この武装で行くぜ。よしよし、行こう。あれ？向かってる方向が違うか。最終的に帳尻が合えばいいか。あ、
あってなんですよね。あ、あいつ乗れそうだな。おめえ乗れそうだな。あー乗れないな、こいつ。防御力高い、やばい、飛ぶか。あー遅かった。うわ、まだいる。やばいな、もうちょっと強いやつだったな。風、あーあれが強いな。うわ、どんどん来るな、なんか。まずい、飛んだ。うわ強い。来ると分かっていても避けれん。あ、当たらない、くそ。まずい、うわー、しまった、はまった。やべえやべえ、ダメージだけ食らった。どこだ、いたいた。お前でかいな。おめえでけえな。うわ、もろもろタイミングが悪い。あー、まずいまずい、よくないぞこれ。やばい、飛ぶぞ、逃げろ。あー減らせ減らせ、もう2発、あと2発。あーダメだ、くそー、あれ強いな。あー、お前なんか二度と戦いたくねー、顔も見たくねー。全然回復しないな。とりあえずいいアイテムだけ持っててくれよ、頼むから。こんだけ減ったんだ、変なのしか持ってないってのは勘弁してくれよ。いい部品、こうエコーシェルってのは何だ。こっちにも倒してますよ。おっと、お前でかいな。あ、あ、あいつか。もう一匹ぐらい倒したんじゃないか。とりあえずセーブしとくか。やれやれだぜ。あれ、これは調べられない。今のうちに取って。あれ、あ、あった、あった。目的地はどこなんだっけ。あ、あー、びっくりした。くそー、厄介なやつに会っちゃったね、さっき。うわ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 、あいつ、お前、あんな中から外を攻撃すな。でもそういうとこリアルですね、ちゃんと。これだけの距離感のとこだったら届くでしょみたいな。回復したいよ。弓矢で戦う楽しさを覚えちゃったから、下手くそでも弓矢使いたくなっちゃうんだよね。
く知ればオーバーライドできるかも。お？どうする？あいつらが減らしたら倒そうか。強いんだよな、やっぱ援護射撃だけしよう。げっ、ああ俺に来ないでよ。うわー強いよ。倒した？でかしたぞお前たち。アイテムは俺がありがたく頂戴するよ。ダメだ、あれがない。ブレイズが入ってないぞ。ダメだ、回復できない。ラトラー持っとくか。あんま機械には効かないんだよな、ラトラーが。機械に効くなんか新しい武器が欲しいな。あいつ乗れるやつか。見られた。ああ、見られたか。すげえ監視されてる音がするんだけど、どのタイミングで攻めてくるかな。うわ、来るか。鳥だよな、さっきの。狙っとる、狙っとる。うわー、これが強い。危ねえ。まずいな。来たの知ってる場合じゃないぞ、こりゃ。うわ目的地に急ごう。ダメだ、今はそれしかねえ。俺じゃ勝てねえよあんなやつ。なんだかんだね、火を持ち行ったり。お、テントだ、ラッキー。なかなかスリリングな展開ですね。やべえやべえ。うわ、まずい。変なのに絡まれたか。しまったな。ちょっと新しい眠れる獅子を起こしてしまったようですね。誰がついてきてんだ。おほほ、俺の一番嫌いなワニ野郎じゃねえか。怖っ。ワニ野郎とは関わりたくないな。いいからほっといて。向こう？え？川渡れってことか、これ。どっか浅瀬ないか。どう見てもあっちだよね。おいおい、海を渡るとなると大変です。